コンスタンティン・アレクサンドロビチ・シチェルワコフは、ロシアのピアニスト、アルタイ地方バルナウル生まれ、11歳で、ベートーベンのピアノ競争曲第1番を演奏し、デビュー。その後、モスクワ音楽院で、レフナウモフに支持した。数々の有名コンクールを制覇した後、1983年の第1回、ラフマニノフ国際コンクールで優勝した。1 9九十年、 第20回オソロ室内学音楽祭で、ラフマニノフの全曲演奏を行い、スビアトスラフリヒテルに称賛された。1998年から、スイスのチリッヒ音楽大学で、教授職に就いている。現代の技巧派ピアニストとして知られ、これまでに、フランツリストの編曲によるベートーベンの公共曲全曲、ニコライ・メトネルのピアノ競争曲全曲、 レオポルド・コドフスキーのピアノ曲全集、セルゲイ・リャプノフの超絶技巧練習曲全曲、ヨハン・シュトラウス2世編曲集など多くの難曲を録音している。2020年にはベートーベンのピアノ・ソナタ全集を完結させた。ありがとうございます。